都内海に浮かぶ大西。800年前、この島に寄り添うようにあった二つの武家は、国を二分する大きな戦を境に袂を分け、片や優勢な側に寝返って生き延びた鏡家、片や鏡家に裏切られ敗軍と共に滅んだ末家。この過去には鏡家の子孫と末家の残党の間に深く刻まれ、両者はいつ果てるともない骨肉の争いを続けた。やがて鏡家は暗殺集団鳴鏡新刀流を組織、一方末家の残党は社員党を結成。戦いは激しく、かつ秘密めいたものとなっていった。そして今、長き因縁の戦いに終止符を打つべく、社員党は総動員で動き出した。まずは奪われた御神刀夕霧を取り返すため、鳴鏡の本部明鏡館を目指す。これを察知した鳴鏡は急遽つわものを補強。最後の決戦の火蓋が切って落とされる。末家が滅ぼされてからの長き戦い、今こそ終結の時を迎えた。踏みにじられた我々の恨みを晴らすその使命に耐えられるかどうか、お前の腕見せてみよ。何を今さら試す。確かに、お前の腕認めよう。明鏡館へ迎え、我々の立ち夕霧を取り戻すのだ。師範代のいない手薄な鳴鏡など恐るるに足らん。仕方がない、私が行くか。行くぞ。ここで終わりだ。ここで終わりだ。ここで終わりだ。鳴鏡のものではないな。切られたくなければ、され。帝さん、墨流し、名前つけてくれた。私、鳴鏡。哀れな。カン、無事か。新参者が何の用だ。この先敵が多い、手伝う。ハイウェイマンとか言ったな。お前が私を手伝う。確かに新参者ではあるが、腕には自信がある。邪魔なだけだ。
そこまで言うのなら証拠を見せよう。行くぞ。僕がこの先は進ませない。え、まさか。さあ、やあ、さ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 あ、切られたくなければ、され。北極ツバメという名前、聞いたことある？あたしのことよ。夕霧でお前たち社員党の怨念を解放しようというのか。怨念？社員の心も鳴鏡が語るとそこまで歪められるのか。行くぞ。うん、そりゃ。青白い顔しやがって、それで剣が触れるのかよ。夕霧、仇討ちのために作らせた太刀か。さすがだな。ここまで来て息一つ乱れてねえな。ああ、歌丸か。お、夕霧か。ちっくしょう。
また手柄取られたぜ。ふん、この程度のこと。第一、まだ終わりではないはずだ。ああ、確かに。敵の血筋を絶やさなければ、真の目的は果たせない。積年の恨みを晴らすか。恨みなど私には関係ないがな。仕方あるまい。よし。とりあえずここは、お前を手助けして、恩を売っとくか。先に行くぞ。行くぞ。ならよ。ならよ。なる鏡のため。ここで終わりだ。守れ。物足りないと思っていたんだよ。いや、俺は松虫っていうただの通りすがり。物足りないかもしれねえよ。あとはよろしくな。行くぞ。ここで終わりだ。なる鏡のため。ここで終わりだ。お前のような女が何をしに来た。私は鳴鏡の帝。私は戦わなければならないの。次で最後だ。諦めた方がいい。長い間鳴鏡と共に守り続けてきた鏡家の血筋、終わらせるわけにはいかない。奥か。
お前がそうなのか。来ましたか。社員の使命によりお前を切りに来た。そう。あなたたちの目的は、あなたたちのその夕霧で私を切り、血を絶やすこと。800年前、私たちの先祖鏡家は同志であった末家を裏切り、そして滅ぼした。長い間積み重ねられた末家の恨みを晴らす方法は一つしかないでしょう。さあ、鏡家の末裔もこの私を切りなさい。意味もなく守り続けてきた鏡家の血も、今私が耐えることで全て終わらせることができる。鏡家の者は鏡家のために戦った。末の者は末家のために戦った。それだけのことだったはずだ。それがたとえ相手を裏切る形となったとしても、恥じることも悔いることもないというのに。お前の定めは鏡家として最後まで戦うことではなかったのか。何かを守るために戦う、その方が人として救われたかもしれないのに。哀れだな。妖刀夕霧か。素晴らしい太刀ではあるが、ただの太刀だ。それが大げさな呼び名をもらったものだな。妖刀か。この家運が敵に情けをかけるとは、夕霧、お前に惑わされたのかもしれないな。